続いては、畑本雅史先生です。研究シーズ、メタン発酵微生物群集の選択的保持が可能な研究性処理用単体の開発についてご紹介いただきます。畑本先生、スライドのご準備などをお願いいたします。畑本先生、はい、スライドの準備などお願いいたします。はいはい 旗本先生は広島大学大学院工学研究科研究員を経て現在は長岡技術科学大学工学部で准教授をされています先生は主に環境技術環境負荷低減土木環境システムといった分野を研究領域とされていますでは旗本先生はい。 どうぞよろしくお願いいたします、ね。はいあ、お願いいたします。長岡技術科学大学の旗本と申します。えっと、本日はそのメタン発酵微生物あ、メタン発酵を安定的に運転できるようにするような補助材ですかね、ということ、補助になるような微生物保持単体を開発したということを、えっと、ご紹介させていただきたいと思います。まずはじめにですけれども、 メタン発酵はあのーまあ、結構古くからミリオバイオマスを使ってエネルギーを作るというので、えっと、かなり古くから知られている技術で近年ではそのミリオバイオマスを使って、あのー、バイオプラスチックですとか、えー、バイオエタノールというようなあのメタン発酵エネルギーだけではない。 ところに着目がが集ままっていますが、えー、最終的にはやはりその排気物有機性の排気水や排気物が出てきて、えー、メタン発酵でメタンを作るというところが、えー、に落ち着いてくるというのがあるのでやっぱり資源循環のハブになるキーポイントの技術と言えると思います。で,、えー、とですがその安定的に運転できる場合もあるんですが、まあ、技術的課題が残されている。 でその技術的課題が残っているところの大きなポイントの一つは、えっと、メタン発酵と嫌気性処理というのは微生物のバケツリレーによって処理が進んでいるというところが大きい特徴です、えー、一般的な加水、えっと、活性汚泥法のような酸素を使って分解する微生物反応の場合は、えー 1一種類の菌で、例えば砂糖のようなものを、砂糖を CO2 にまで分解することができるんですが、嫌気性処理の場合には、例えば砂糖のような簡単な有機物であっても、えー、発酵菌が非発性脂肪酸を作って、酢酸,酸を作って、最後にメタンになるというような、えっと、それぞれのステップで反,反応産物生成物を次のバクテリア、微生物に受け取る。 受け渡していいくというバケツリレーの反応がありますでこの時に揮、えー、発性脂肪酸とその脂肪酸を分解するそのプロピオン酸などの脂肪酸の分解がこの中心キーになってきます。でこの有キ酸の分解を担う脂肪酸分解細菌というのは重要なんですけれどもこの脂肪酸分解細菌はメタン生成古細菌 っていうメタンを作る生き物と共生関係が必要でかつ増殖が遅いと。でこの微生物があの処理層内にいなくなってしまうともう途端にこの反応が進まなくなってしまうというので、えー、脂肪酸分解細菌とメタン生成個細菌を一緒に効率的に処理層内に保持することが重要だというのが最近分かって、えー、と古くから知られています。 でここでそのなんで2つの種類の微生物が必要かというと、えー、脂肪酸を分解する菌とメタンを作る菌が、この中で水素をやり取りしているというふうに古くから、えっと、解析がされてました。しかし、近年ではあのこれ水素のやり取りなんですが、結局のところ、電子をどう受け渡すかということで、微生物同士が直接、 電子をやり取りできるようにするとより効率的に反応が進むというのが2000年2010年代になってから分かってくるようになりました。そこでこの導電性物質を排水処理リアクターの中に添加しておくと例えばこのようなマグネタイと活性炭、導電性の活性炭を入れておくと微生物間の電,、まあ、電気のやり取りが効率よく行われるようになると。 いうことが分かってきましたただ、えーと、このような粉末状のものなどをメタン発酵槽に添加しても流れ出てしまうということがあります。でそこでその私はです、ね、その微生物保持単体としてよく使われているポリビニルアルコール、PVA のゲルビーズ、まあ、また別の単体でもいいんですが、ゲルビーズに着目して、えー、この単体に 先ほどの活性炭や導電性物質の粉を混ぜることで、あの両方の微生物を保持することと、この導電性物質がメタン発酵槽から外に流れ出ないということを両立できるのではないかというふうに考えて実験を行いました。その結果、この2つの混ぜてを混ぜた単体を作ることによって、 で通常の微生物保持単体と比較して、えー、とメタン生成個細菌を10倍程度以上の高い割合で保持することが可能になりました。で具体的にはこのような何も入れてないのは、えー、と白いものなんですけれども入れ、ある割合で入れてくるものを作って微生物を付着させた結果です。で実際に、えー、とメタン生成の量 この黒いプロットはあの、導電性物質を入れてないものですけれども、それを入れ,た入れることによって反応がかなり進むと。また、ここの赤い部分がそのメタンを生成するバクテリアなんですが、えー、一般的なもの、導電性単体を入れてないものは、えー、メタン生成個細菌の割合はさほど多くないんですけれども、入れるとすごく増えるということが分かりました。 これはその量を増やすことによってもこの増えていくということが分かりましたで。これは導電性物質の添加割合を増加させるごとにプロピオン酸を分解する菌やメタン生成コ細菌の割合も増えてきたという結果です。でここまでであのラボの実験を,を行って導電性物質の粉末や流状物質をゲル単体に混合するとメタン生成 を高めたり安定化できるということが分かりました、えー、NED さんのプロジェクトで長期的な単体の効果についても検証していますで、今後はその高温条件で実験をして安定性の効果を見るもしことやその BVA などの種類によってはその物性が変わっているのでその評価や他の単体での評価を行ったり実際の排水で効果の検証を行っていきたいというふうに考えています 簡単ですけれども、以上で終わりになります。